1分勝負ステップアップドリル1 minute。 今回は上半身と下半身のスピードを調節するドリルです。負時3時の連続素振りをします。軽くかかとを上げながらリズムをとっていきましょう。そして今度はクラブを逆さに持ちます。クラブを逆さに持つとクラブは軽くなるので腕のスピードが速くなります。腕のスピードによって下のスピードも変わっていくはずです。悪い例はクラブが重くなっても下半身のギアを変えずに腕のスピードだけ遅くなって下だけ速くなってしまう、こういう方がたくさんいらっしゃいます。これを交互に練習していただくと下半身にも調整能力が出てくるので、ぜひ皆さん試してみてください。